で、まあ、こっからさ、こう、まあ、晴れてこう明治大学に進学をすることになったわけじゃないですか、はい、まあ、青森、まあ、僕が現役の頃ってやっぱり決勝って明治対青大なんですよ、はい、ただまあ早稲田とか明治、早稲田、青大でどこ優勝するみたいなとことが4年間ぐらい僕的に続いてたんで、だからまあ宿敵といえば宿敵だし、ライバルといえばライバルな青大で、まあだんだんこう水谷君が明治に入ってきて、まあ、若干びっくりして、でそこから陣君だり、町君だり、岩君だり、山田から入ってくる。あれはやっぱりその明治に入学をするとなった時のきっかけというか、あれって何だったんですか？ですね、これ今だから僕自分で言えることなんですけど、はい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 、まあ、当時はもちろん監督からも青森大学、お前は青森大学来いと、僕だけその年齢で青森大学が来いって言われたんですよ。それは嬉しいことじゃないですか、うん、で、もう親ももちろん最初は青森大学って言って、まあ、地元ですし、ただ僕自分の中で区切り作ってて、高校、大体高校2年の終わりぐらいに進路って決めるじゃないですか。そうだね、大学の進路で、高校2年生の全日本ジュニアで、まあ、その自分の中で優勝もしくは準優勝、まあ、決勝まで行ったら、まあ、それってちょっと見込みがあるじゃないですか、この先もいろいろと決勝まで行くと世界選手権の、うん、あ、優勝したら世界選手権なんかそういうのを引っかかったりとか、まあ、いろんな新たな道、もしかしたら JLT 選ばれるかもしれないとか、うん、道は見えてくると思うん で高2の全日本ジュニアで決勝まで行ったら青森に行こうと、うん、でそうしてその当時って青森の青谷選手ってケンさんとかもそうですけど、みんなドイツ行ってたんですよ、ブンデスリーガー。ああ、はい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 、ブンデスリーガー行ってて、まあ、その関東みたいな関東がついてがあるわけでもないし、その1年間のほとんどドイツで、その Q さん、Q ケンシンさんのチーム、ウィケンハウゼンとか、そういったところで練習しながら、みんな行ってたら、上田さんも行ってたし、そのケンさんも行ってたし、まあ、もういっぱい行ってて、僕もそのルートで本当に頑張ろうと思って、本当に呼び出して、世界を出して頑張ろうって。で、戦略したんですよ、自分の中で。うん、結果、僕、ベスト8だったんですよ、前半中盤、はいはい、まあ、マチに同士して負けて、うん、ベスト8で、うん、と思って、まあ、そこはもう踏みつけてたんですよ、まあ、かといって別に世界目指してないわけでもないし、ただ違うルートから探っていこうと思って、で僕がそれで関東に行こうと思ったときに、その同級生の平野由紀、はい、さっきのたびたび出てくる由紀と、僕はその一緒にやろうというような話で、2人で話してて、一緒に2人で頑張ろうぜみたいな話をしてて、こんな話で本大学っていうのがこうあったんですけど、まあその行く年にじゃあ0時で頑張ろうっていう話でまとまって一緒に大学を選びました。まあでその時に2人だけじゃなくて、実はその結構出てくるサーブの岡田君とか、うん、そうだね、とか、まあ、その当時あの今コーチやってる森聡君とか東山のとかもジュニア8で強くて、4人で本当に0時で頑張ろうっていうふうなこと結構仲良かった。それで明治行こうって決めて、で、まあ、あとはその僕はその青森で生まれも育ちも18年間やってきて、この先大学出て、まあ分かんない、卓球やめて社会人になるのか、それとも日本人の選手になるのか、またまた、まあ、別の道に行くのかって考えた時に、あまりにもその人付き合いがなさすぎて、その青森山田での その実力主義、ヒエラルキーを経験してきた中ですごくためになったこと多いんですけど、ただまた大学4年間もその中で過ごすと、自分としてのその人との付き合いとか、いろんな出会いとか、まあ、人間性としてさらに成長できるのかなって思って、なんか違うなと思って、僕ってその当時がジュニアナショナルチームの選手でもないし、ケンジさんとか上田さんは青森だからも海外行ったり東京行ったりとかでいっぱいいろんな人と出会いだったけど、僕は全然ずっと青森にいた人間なんで、なんか外出たい、いろんな人と出会って、いろんな人を吸収して、なんかもっともっと人間的にも成長したいなと思って、上京する決意を固めました。なるほどね。そこから黄金時代が生まれるわけだね。まあ、そう言ってもらえたら嬉しいですね。すげえなと思って。でもね、全日学選抜も優勝し、すごい成績残したじゃないですか。今どう、その青森に、まあ、6年間いて、まあ、関東の大学に行って、明治大学、東京に来て、
結構いろいろガラッと変わったと思うんですよ、まあ、大学ってやっぱり結構変わると思うんですね、僕の中で、はいはい、その時上には水谷さんがいて、そうですね、4年の1年で、はい、水谷さんを追いかけたいっていうのもあったんで、はい、なんかすごい変わったことありました？電車電車すげえと思って、電車5分待ったら1本来る、そう、ね、5分待ったら1本来る、確かにそうだね、各駅停車と準特急と特急とハーフみたいな、なんでこの人はないの、勝負だし、勝負で何京王線で何みたいな、本当になって、え、京王線新宿と JR の新宿駅違うのみたいな、西武新宿も違うし、なんだろうこれみたいな感じの生活で、パッて新宿でたら、もう新宿すげえみたいな感じですね。身の回りの環境は変わらない、もう18年間あんまりでした。そうだよね、はっはっはっって、え、どうすんのどうすんの、みんな歩くスピード速いみたいな、ぶつかっても謝んねえみたいなぐらいの、本当にただの田舎者だったんで、まあでも大会ってすごい、まあいろんな成績を残してじゃないですか、はいはい、選手で、まあこう言ったらあれなんですけど、まあ、まあ高校までこう頑張って大学行って成績がすごい出す選手とか、高校まで無名だったけど大学行って伸びてすごい有名になる選手もいれば、高校まで頑張ってたけど大学行って死ぬ選手もいるじゃないですか、はい、死んだタイプで、はい、いや完全死んだタイプ、全然練習しなかったからって言うと思うんですよ。で、僕はもうそれはもう僕の中でもう全然ついてて、もうなんつったらいいかな、多分そこまで情熱を傾けられなかったし、なんか先のことを先に考えてしまったので、僕はもう競り上がったらしょうがない、努力してやすくて競り出すっていうのは分かったんですけど、でもやっぱそこでやっぱ大学って、まあ、今の日本の大学卓球界って、まあ、悪く言えば結構自由だと思うし、まあ、自分次第っていうところがあると思うんですよ。その中でもこう自分を律して上を目指し続けて努力できた人間っていうのは多分こうなりますし、でもそれって本当に人にいいと思ってて、僕今でも昔でもやっぱり僕もやっぱり大学入って潰れたじゃないですけど、もうこうあれもっと成績出てもいいのになっていう人が全然出さなかったりっていうのは多分個数的には相当多くて、あそこまでこう僕もこう卓球国とかネットとか YouTube とか見てる中で金選手がすごい輝い成績ずっと収めてるのを見たから、よほどこうハングリーなのか自分を律している人間なのか、努力をずっとできるっていうとんでもない才能を持ってる男なのかっていうのはなんとなく考えたんですけど、大学行ってからこの4年間これ今高校3年生のことが多分見てるんですよ。で大学行ってから自分が好成績を出すために一番必要なことって何か意識したことあります？僕その大学入ってからとにかく環境がガラッと変わって、うん、でその一つだけ自分の中で目標だったんですよ、うん、明治大学入部するにあたって目標を立てて、で多分あ今手元にその資料がないけど、多分全部目標達成したんですよ。おーすげえ。その時の目標、全日大学単独優勝、あ違う、一つだけできなかったあ一つだけ、あ二つできなかったです、インカレ4連覇、あーリーグ戦 8回優勝、あでリーグ戦7回優勝、インカレ3回優勝なんですよ。全日学単独優勝、学生選抜優勝を達成して、で、あ、学生選抜シングルだけだ、シングル優勝で、全日本はシングルスでベスト4まで入る、うん、で、大学4年生で決勝まで行ったから達成した。で、その入部するにあたって、その結構その、なんていうの、僕もなんか、山田高校生の時に大学生の人の試合とか当たるわけじゃないですか、いろんな大会で結構、ことごとく勝っちゃったんですよ、うん、でも、そういう人たちって高校生の時、輝かしく僕らが憧れを持ってたあの選手、あの選手だって人が結構負けちゃったりとか、そうなんだよね、そうなんですよ。それが僕ちょっと悲しいのと、プラスその僕はその選択肢として青森大学に残ってっていう選択肢もあった、うん、しようね、しようね、あります、あった中で、あ、大丈夫です。結構言われてたのが、山田の貯金があるうちはある程度勝てるけど、なくなったらもう終わりだよっていうところも、うん、さっきとか言われて、それは僕はもう絶対もう反骨精神、まあ反骨精神ですよね、そんなことは僕はもう絶対ね、
で、逆に高山監督、まあ、現在も明治大学の高山監督からもお前らから明治大学を変えてくれて、僕が入る前の年は一個も優勝できなかったんですか、明治大学、お前らから変えてくれ、陣と平野の岡田森で変えてくれって言われてたんで、何年でもやってるぞっていうのは、とにかくハングリーな気持ちを持ってたっていうのは一番大学生の中でも高3の時にこの話聞けなかったわ。まあただでもその大学っていろいろいろんな人がいて、例えばその僕とかユキとか全国とかで頑張って勝ってた人もいれば、その県内レベルで勝ってて、そうだね、来た人とか大学に来た人とかもいて、だからそのみんなでその僕山田の時はみんなが日本一だとか当たり前って思ってやってた。みんなでガッてやってたのが、そうじゃない人も、うん、だからどうしても練習の雰囲気がちょっとなんか、そうね、違わって、はい、なんかあちこちみんなが目的に向かってる方が違ったりとかっていうのは自分の中ですごく違和感もあったりとかして、でもそれって例えば僕らは卓球も頑張る、まあ、もちろん授業もみんなやってて、うん、ちゃんと卒業もするんですけど、卓球は一番卓球頑張りたいと思ってやってるわけで、でもさ、だその僕はみんなが頑張ることは当たり前だと思って世界にやってたんですけど、そうでも、まあ、頑張ってないって言われないですけど、でもそういうのも努力のキャパってあるじゃないですか。ね、それが僕のだと思っていることはみんなできるのかなって思ったら違うってことがそこで分かったし、うん、じゃあ卒業してまで卓球やる人って本当に何人いるのかなって言ったら、多分どんだけ名門の一流の卓球の強い大学だとしても、卓球の常連の大学だとしても、その中でも一握りだと思う、卒業した卓球、だからそのなんだろうな、その努力のキャパ、みんなのキャパと思いと、その自分の向かってる先っていうのは必ずしもその比例しないっていうことを学んだし、かといってその人の人格を否定するっていうのもおかしいことだったのが分かって、山田の時は本当卓球実力社会だったんで、年齢が弱くても強ければ正義みたいな感じだったんで、あれですけど、そういうのも学んだんで、そういう意味では本当に人間として学んだことがすごく良かったりね、なって思います。逆に僕がその後輩に、僕が卓球強くてその人が弱くて全然卓球練習頑張らなくても、僕がその時に待ってても、じゃああと10年後20年も負担かけたらあっちの方が社会的地位も上でとかだったら、そういうこともあり得るわけじゃないですか。でも人生だから、卓球ってものすごく自分の中で、卓球は人生なんですけど、でも一社会の中にとって卓球ってほんのそうね、ちっちゃな世界であって、その中のほんのちっちゃな世界である程度強くて威張って、そこで俺はこの名人を知ったぞ、全チャンピオンを優勝してみたいな威張るってことがものすごくバカバカしいように覚えて、そのまあいい意味で青森っていう、その青森山田っていう独特の階級がある社会、まあ社会である部から青森から田舎が出て東京に来ていろんな人と出会って、社会の人と出会って、そういうやっと広い意味で社会を見れたっていうのは、自分としては卓球を成長する上でもものすごくでかかったです。ああ、なるほど。でもそうやって明治大学行ってね、卓球頑張ることはもちろんだけど、それ以外でもこうね、いろんな今までと高校までと違った価値観というか、いろんな人と出会って今の陣拓也選手ができたっていうね、ことは、まあ、僕も明治入って本当に良かったと思ってるんで、それはね、なんか得るものありますよね、絶対ね。そうですね、分かりました、皆さん、この陣拓也選手の歴史、今までの中で多分歴史一番長いんじゃないですか、ブラジルの部屋。ああ、多分。確かに、そうかもしれないですね。いろいろちょっと持ってたってことですよ。本当に。自分の能力だけじゃないところで引き立てられたっていうのがものすごくありですね。他の人よりは絶対あると思うんですけど。